こんにちは。今日は金曜日なのでコンビニの新商品を食べます。それではいただきます。まずはじめにローソンクッキーシュークリームチーズを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。開封と同時にクッキーのいい香りが広がります。でね、説明には書いてないんだけど、真ん中がね、違うクリームというか、クリームチーズが入ってるようにも見える。では食べてみます。うわ、これ好き。まずね、クッキー生地は香ばしくてサクサクと軽い食感です。でね、クリームはとろっと柔らかく口どけ滑らかで、レモンの風味やチーズのコク、クリーミーなレアチーズケーキみたいな味かなって、やっぱり真ん中ぐらいにね、クリームチーズが入ってるような。ここがね、ほんのりねっとりでも柔らかくって、塩気と乳味感をふわっと感じるクリームチーズが入ってる気がするんだよな。結構ね、塩気も感じるから全体的にね、甘さ控えめですっごい美味しい。ミルキーなクリームチーズ好きな方にはおすすめです。次は桜餅こしあんを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。桜餅がコンビニで売られる季節になりましたか。めっちゃ嬉しい。美味しい。お餅はね、しっかりお米の粒の食感が残っていて、噛むごとにもちもち感が増します。中のこしあんは甘くて口どけ滑らかで、桜の葉は柔らかく食べやすいです。で、このキュッてくる塩気がね、甘いあんことの相性抜群ですね。美味しい。この桜の葉の香りが何とも言えない。次は生バウムクーヘンを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。後ろはこんな感じです。リニューアルされたんだね。前の生バウムがね、どんなんだったのかちょっと忘れちゃったから比較はできないんですけど、とってもしっとりしてるんだけどふんわり感もある。まろやかな卵の風味も広がります。で、このグレーズのシャリシャリ感もいいよね。なんか前のってすっごいしとじわみたいな感じだったと思うんですよ。リニューアル後もかなりしっとりしてるけど、このふんわり感が増したとかなのかな。このパリシャリとしたグレーズが大好きすぎる。うわ、人だ。次はチーズメロンパン、ホイップ&チーズクリームを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。中はこんな感じです。パッケージがセブンイレブンかと思っちゃった。生地はね、表面ややさっくりでもしっとりしてる部分もあって、中はね、若干パサつきが目立つかな。でもね、底の方はふんわりしてるんだよね。でね、上のチーズクリームからチーズの香りブワッと感じて、甘いチェダーチーズみたいな味かな。中のチーズ風味のホイップクリームは油脂感があって、ほんのりチーズの風味を感じ、甘くてミルキーですね。でね、中のクリームチーズがすごい美味しい。ねっとり滑らかで、酸味や塩気もしっかり感じるし濃厚です。
チーズクリームソースの香りがめっちゃ強いの。次はファミリーマートキャラメルクッキーシューアイスを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。すごいぎっしりアイス入ってる。おいしい。まずね、コーティングのキャラメルチョコレートは薄くてパリパリとした食感が楽しめます。香ばしさや苦味はなくってほんのり優しい感じの甘いミルクキャラメルって感じでね、生地がおいしい。上の方はザクザクしていて全体的にはねサクサクした食感。でね、カスタードアイスは甘くって卵のコクを感じ、プリンみたいな味わいですかね。このザクサクっとしたシュー生地にアイスが口どけ滑らかでとっても美味しいんだけど、どっちもね甘い甘いだから、このキャラメルもっとね香ばしかったりほろ苦さがあったら最高だったと思う。次はチョコ好きによるチョコ好きのためのチョコレートシューを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。この隙間なくクリーム入ってるの最高。美味しいね。生地はね、中がしっとり外が乾いてる系の歯切れのいいタイプの生地で、コーティングのチョコレートはビター感があります。中のクリームはふんわり軽く口どけが良くって、削りチョコの食感が良く、ミルキーかつチョコの風味もしっかり感じて、しっかりチョコレートなんだけどくどくないというか。でね、この上のドライストロベリーの弾ける甘酸っぱさがチョコレートとよく合います。この溢れるくらいクリーム入ってるのほんといいね。最後、お芋とチーズケーキ、蜜芋&スフレを食べます。中はこんな感じです。スフレチーズケーキと蜜芋ペーストの2層になってるみたいです。いや、なめらか。まずね、トッピングのアーモンドは香ばしくて食感がアクセントになってますね。カラメルソースはとろっとして甘ほろ苦いです。ホイップクリームはふんわり口どけ滑らかでミルキーな味わい。で、スフレプリンはマイルドなチーズの風味とコクを感じつつ、なんだろう、密度が高いというか、シュワフワ軽い感じではなくて、もったり滑らかに口で溶けていく感じ。で、蜜芋ペーストはねっとり、こちらも口どけ滑らかで、優しいお芋の味や甘みがあって濃厚です。これめっちゃ美味しいんだけど、個人的にもうちょっとカラメルソースあったらもっともっと好きだったな。ごちそうさまでした。今週も気になる新商品食べれてよかったです。皆様もぜひ気になる商品からお試しください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。さよなら。カップヌードル背徳チーズバタークリーミーカレーを食べます。なるほど。まずね、スープ。
ープはとろみがあって、ポタージュみたいな、コーン入ってるからそう感じちゃうのかな。甘みのあるポタージュにバター入れたような、そんな味プラスカレーの風味香りはするんだけど、辛さとかはあんまりないかな。甘いポタージュ風味のカレーを食べてるみたいな、そんな感じ。美味しいんだけど、なんか思ってた感じとは違うかな。そしてですね、背徳感もないかも。あー、このなんかバター感が背徳って言ってるのかな。麺はね、いつもの麺ですね。なるほどね。